アイヌの医療のデザインと、インの制動機のデザインを見比べてもらいたい。非常によく似ているだろう。ただ当のアイヌ社会では、ウレンモレウ文様は古坦、アイヌ社会を構成する最小単位の集落、の守り神であるシマフクロウの目を表していると伝えられてきた。しかし伝承は伝承として、それが成立する以前、この文様の発祥にまで遡れば、 イントライの甲骨文字に行き着くように思えてならない。つまり、3000年前の陰王朝滅亡の時、東北地方北部と北海道へ逃れ来た多くの陰人が、津軽海峡両岸に暮らした縄文人に影響を与え、亀ヶ丘文化を開花させたと考えられるが、アイヌ民族はドキ門ン用に甲骨文字を取り入れたこの地域の縄文人の直系の子孫であると思うのだ。